カンコロ餅カンコロ餅は、半茹でにした、さつまいもを混ぜ込んだ餅の一種。長崎県五島列島の郷土料理、和菓子の一つである。九州、沖縄地方、長崎県の地域ブランド。五島市、西海市、佐世保市などを中心に、長崎県内各地で製造されている。カンコロは、五島地方の方言で、さつまいもを薄く切って天日干ししたものを指す。 元々は後藤地方の陶器の保存食として作られていたが、現代では長崎県特産品として県内各地で製造、販売されている。サツマイモは平地が乏しく痩せた傾斜地の多い後藤列島でも育ち、包境の差が小さくて台風の被害にも強いため、飢饉の脅威を拭い去り、後藤の経済を支える重要な農産物として重宝されてきた。 サツマイモがいつ頃から後藤で栽培されてきたかは不明であるが、漢分年間にはすでに庶民の食用作物となっており、後藤藩は天保4年には従来の規制姿勢から一転して、サツマイモ栽培を奨励していく。実際に列島一帯に普及するのは明治に入ってからであり、大正の頃には後藤の農産物の中で主位を占めるようになった。その後、芋上中や、 澱粉の原料としての需要の減少とともに、五島のさつまいも栽培も減少していくが、カンコロ餅は今でも多くの家庭で正月に作られ、島を出た子や親戚に送られている。さつまいもを半月ほど天日で水分を減らしておき、皮を剥いて薄く輪切りにし、湯がいてから天日で干して、カンコロとして保存しておく。餅米を洗って、水に半日ほど漬けてから、ふかす。 カンコロを桶などに入れて、熱湯で洗い、蓋をして、しばらくふやかしてからふかす。薄に蒸したカンコロを入れて、綺麗でつき、それに蒸したもち米を加えてよくつく。台に移して、かまぼこ型に成形する。ありがとうございます。